ございます。山田優来てねえよ。なんで小栗旬も来てる。僕ら実の兄弟で漫才をよろしくお願いします。お父さんにのお兄ちゃんと小栗旬にの弟で漫才を覚えて帰ってくださいね。お願いします。突然なんだけどお兄ちゃんさ、はい、お兄ちゃんに圧倒的に足りないもんなんだと思う、うん、俺に圧倒的に足りないもの主人公感主人公感人生における壮大な青春ドラマの自分が主人公なんだっていう気持ち。うるせえなお前意識してんのそういうの。俺はしてるよ意識。どうしたんだこんな喋り方じゃなかったよね。金はね、あでも夢はある。古いんだよそのなんか青春ドラマの感じがさ。古い、ああ古いとか言ってっからいつまで経っても脇役顔なんだよ。誰が脇役顔なんだよ。顔関係ねえだろうかよ。脇顔じゃん。臭そうだよ脇顔ってやめてくれよ。とにかく俺は毎日自分が主人公だと思って生きてる。気持ち悪いなお前。主人公は逆境の時にこそ力を発揮するから。逆境、例えば、うん、道の真ん中で人がいっぱい見てる中で転んじゃった時。もう恥ずかしいですもんね。お兄ちゃんだったらどうする。普通にもはい恥。鬼脇役じゃん。こんなもんだよなんだ鬼脇役って鬼脇じゃん。略すな気持ち悪い。じゃあお前どうすんだよ。見といてくれ。ああ主人公チャンス。なんだよそれ笑えよ笑えよ今に見とけよクソ大東京。鬼ダサいよ鬼ダサじゃねえかよ。道の真ん中でこう恥ずかしくねえのか人見てて。恥ずかしいとか言ってっと主人公になれねえぞ。ほっといてくれよお前よ。あと終電逃した時。終電逃した時お兄ちゃんだったらどうする。鬼脇役まだやってねえよやってから評価してくれ。見といてくれ主人公チャンス。やめろよそれくっそー柵飛び越えたけどこれ大丈夫なのか。おむつは終電さんよ俺から逃げんな。酔っ払ってんのかシラフでこうやばいやつだよ。まあそれだとしたらさあと少年同士がキャッチボールしてるボールが頭にぶつかった時。そんな時ねえよこんな時がない時点で主人公ではない。俺じゃ主人公じゃなくていいや。見といてくれ主人公チャンス。うるせえな切ってたくしっかり取れよクソガキども。あんまクソガキとか言うなよわっけえな土佐勇気24歳もう一回走ってみますか。きついなあ。ああそうだ少年ほなおヤマピーかよこのピーはヤマピーの先輩特許なのよ。ヤマピーも主人公感あるもんな。ヤマピーは主人公なの役でやってるだけだからさ。居酒屋のバイトでお酒こぼした時。主人公バイトしてんのかよ。見といてくれ主人公ちゃん。うるせえそれさあ今の俺はまだこの程度だ。でもこの失敗が必ず俺を強くする。まず謝れびしょびしょだよお客さん。おい謝らずにこうぶん殴られるぞ。ぶん殴られてもこう貫くなそんなもん。俺は貫くのが主人公だよ。じゃあもう主人公やめちまえよ。やめないよ俺の物語はまだ続く。うるせえよお前よ何してんのこれ。トイレ探してるときいいよやめろ一番主人公見せます。バカバカしいよ本当に。見といてくれ。ああ主人公チャンス言えや欲しくなっちゃったよ。くそいってでも俺は守りたい仲間がいる。大切な家族がいる。だから前に進む。トイレ我慢してるだけその様子だとお困りのようじゃん。誰か出てきたじゃん違うやつが。お兄ちゃん俺なの巻き込まないで俺を。急いでんだろ使えよ。声気になるな。バイクのキーだ俺中型の免許持ってね。どんなやり取りなんだ安心しろバイクっつったけど自転車の鍵だ。なんでバイクっつったんだよじゃあ俺はお兄ちゃんは脇役なんかじゃねえ名脇役だ。脇役じゃねえだからみんなのためね必ず勝つ。うわ俺の負けだ。間に合わなかったのか汚ねえお前漏らしてんじゃねえかよ。すまんすまんじゃねえお前が勝手に俺出したんだろうがよ。あなたにも来るかもよ。え主人公ちゃんそういいよどうもありがとうございました。